はい、こんにちは。小4算数始めます。今日もね、中井先生に来てもらってます。はい、頑張っていきましょう。はい、今日はね、辺や面の垂直と平行ということでね、これね、立方体とか直方体とかの辺や面の垂直、どこどこの辺とどこどこの辺が垂直とかね、平行とか、そういうことをやっていきます。ちょっとね、難しい内容かもしれないですけども、すごくね、頭を使ってイメージしてね、やってほしいと思います。いいでしょうか。あとね、今回はね、直方体とかにね、辺に色分けしてあるのでね、それをちょっと参考にしてやってほしいと思います。いいでしょうか。はい、まずね、こういう立方、直方体があります。でね、先にね、ちょっとこっちを見てほしいんですが、ね、この RA、この黄色いところを基準としますね。これを基準として RA と EU、ね、これは平行であるって言います。ね、まあ、なんとなく分かりますよね、平行である。で、RA と OQ、これもね、こっちも平行である。ここならなんとなく分かりますよね。で、RA とカーキ、ね、これもね、平行であるというふうに言います。いいですかね。これが平行、 RA を基準としたときに RA と EU、 RA と OQ、 RA とカーキ、ね、これはね、それぞれ平行であるって言います。で、これね、どういうことかっていうと同じ平面上にあって交わらない2つの面、ね、同じ平面上にあって交わらない2つの面、これどこまで行っても交わらないですね。これもどこまで行っても交わらないですね。で、まあ、これもね、このカーキーも、ね、これね、斜めにまっすぐズバッと切ったとしたら、ね、同じ面上になりますね。で、交わらないですね。こういうのを平行と言います、ね、いいですか。で、次、下の方ね、垂直。垂直ってのはどういうことかっていうとね、90度に交わることでしたね。で、辺 AE、 これもね、これを基準とすると辺 AE、 ね、これとこれ90度に交わってますね。 AE と AO、 これね、ちょっと見取り図なんでちょっとね、ここの角度が90度に見えないんですが、で、実際はね、ここは90度ですね。いいですか。で、 AE と AU、 ね、ここもね、まあ、これわかりますね、90度ですね。で、あと、アイとエイク、ね、ここもね、ちょっと、ね、ちょっと見取り図なんで変に思うかもしれないですが、ここもね、90度までね、なります。で、垂直っていうのはどういうことかっていうと、交わっている2つの辺、ね、この辺と交わってる、ね、こことここ交わってますね、こことここ交わってます。こういう辺を垂直と言います。いいですか？ね。で、ね。このね、垂直とか平行の時も辺何々と辺何々とかね、こういう書き方を絶対してください。 I と UA とかね、そういう風にカタカナだけ I と UA とかやってしまうと何の答えわからなくなるのでね、辺何々とか面何々とかね、そういうのはしっかり書けるようにしてください。いいですか。はい、じゃあね、次行きたいと思います。はい、じゃあね、これ問題です。下の図を見て次の問いに答えなさいね。1番、ね、まあ、こういう形がありますね。で、1番、辺 AO に平行な辺を全部書きなさい。全部書きなさいってことは、1つとは限らないってことですね。次、2番目、辺空気と垂直に交わる辺を全部書きなさい、ね。これもね、全部書きなさいって書いてあるので、これもね、1個とは限らないっていうことです。いいですか、ね、ではね、これね、なかなか最初ね、難しいかもしれないですが、じっくりね、解いてほしいと思います。では、一旦映像を止めて始めてください。始め。はい、読んでください。どうですかね、できましたかね。調子やっていきたいと思います。まずね、1番。辺 AO に平行な辺、AO というのはここですね、に平行な辺を全部答え書きなさい、ね、これと平行なね、交わらない辺はどこかなですね。で、中井さん、一つどこですかね、うん、同じ向きだから、辺 AQ、 そうですね、AO と平行な AQ ですね。
これどこまででも交わらないですね。そういうふうに考えると、まず1つ A 空ですね。で、あと2つあるんですね。あと交わらないって言ったら、こことここも交わらないですね。いいか。あとここもね、まっすぐスパッと切ったとしたら、ここも交わらないですね。うーときこの3つ、要するにね、ここの赤い辺のところね、これは全部平行な関係になります。いいですか、ね、辺 A 空、辺 E か、辺空気、ね、こういうふうに書いてくださいね。 A 空、E か、空気だけだとね、もう×にしますよ。いいですか、辺、ね、何々、辺何々って必ず面倒くさくてもね、辺何々って書くようにしてください。で、次2つ目、辺空気と垂直に交わる辺を全部書きなさい。辺空気ってことは、空気はどこかな、ここかな、ここと、ね、垂直に交わる辺ってことは、じゃあなんかですね、これも一つどこですかね。まあ、これに接するんだから、さっきと同じ辺 A 空、これも垂直じゃん。そうですね、これに交わってるんだから、ここ交わってますね。あとはね、どういうのがあるかといったら、ここも交わってますね。で、あと、ここも交わってますね。それと、あとここも交わってます。ここも交わってます。ね。いいですか？なので、そのね、4つになります。辺、空を、ね、空を、ここと、空へ、ここと、キーか、ここと、キーブ、ね、この4つになります。いいですか？これもね、空をとか空へだけじゃね、バツですよ。いいですか？変何々、変何々ってしっかりね、書けるようにしてください。いいですかね？どうですかね？できましたかね？こういうふうに、ね、なっていくのでね、しっかり復習するようにしてください。いいですか？はい。じゃあね、次いきます。はい、次はね、面と面、面です。これね、ちょっと、ひらがなのやつは全部面なんですが、これね、ちょっと補足すると、あーが一番上です。二重で見てくださいね。いがそこです。ね。で、うーが一番、まあ、真正面から見たと。で、えがその横。で、おがまあ、後ろ側ですね。で、かが横ね。こういうふうになります。ちょっとね、説明しないと難しいと思いますが、そういうふうになります。でね、次はね、このあーをね、上、蓋を基準とすると、ね、平行っていうのは、面あーと面い、いってことはそこですね。蓋とそこは平行になります。で、平行ってどういうことかっていうと、向かい合う2つですね。まあ、向かい合ってますよね。上とそこ。ね、こういう意味になる。これは平行っていう関係になります。で、あとね、垂直っていうのはね、蓋、あーを基準とすると、横の4つね、い、いいじゃなくて、う、え、お、かの4つね、立ってる部分ね、蓋以外の、底以外の部分ね、それが全部垂直になります。で、垂直ってどういうことかっていったら、隣り合う2つになります。あの蓋に隣り合ってますね、横の4つはね、いだけ隣り合ってないですね。なので、ね、垂直っていうのはこの4つになります。これもね、面、あーとかね、面、いとか、ちゃんと面っていうのをつけてください。あーといいとかね、それだと何のことかわからなくなるんでね、しっかり面、何々って書いてください。めんどくさくてもね、書いてくださいね。で、ね、あと、辺とか面とかね、そういうのはね、あと頂点とかもそうですが、そういうのはね、漢字で書いてくださいね。習ってなくても漢字で書いてください。いいですか？ね。はい。これがね、面と面の関係の平行と垂直になります。これはね、でもなんとなくちょっと分かりやすいかな。面はね、分かりやすいと思います。はい。ではね、次いきます。はい、次問題です。下の図を見て次の問いに答えます。これね、さっきまでずっと見取り図やってきました。これね、展開図ですね、展開図。で、あいうえってこれはでも面の名前です。ね。1番が面 A に垂直な面を全部書きなさい。次、面 A に平行な面を全部書きなさい、ね。全部書きなさいってことは1つとは限りません。いいですか、ね、?1 つとは限りませんが、1つの場合もあるんですね。なのでね、そういうのを注意してやってほしいと思います。ではね、一旦映像を止めて始めてください。1面。
はい、読んでください。どうですかね、できましたかね。一緒にやっていきたいと思います。まず1番、面 A に垂直な面を全部書きなさい。ね、ここ。面 A に垂直な面。これね、組み立てたらどうなるか考えてほしいですね。まあ、例えばこのね、うの部分、これが底だと考えると、ペタン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 すると、あーはちょうど上に行きますね、蓋になりますね。じゃあ中ですね、これ、あーに垂直な面ってところになりますかね。まあ、隣り合うものだから、面 E とか、そうですね。まあ、まず E とかね、隣り合ってますね。あとね、これが、うが底だとしたら、あーが蓋になりますね。そしたら、あとね、ペタンペタンってしたら、E と、この4つね、E、O、E か A を、ね、この4つが全部ね、垂直な面になります。E、A、O かね、まあ、順番になりますね。これもね、ちゃんと一個一個、面何々、面何々に書いてください。E、A、O かだけでは×です。いいですか？ね。次。面 A に平行な面を全部書きなさい。ね。次は面 A ですね。面 A。これに平行な面。これね、だから、ペタンペタンと折っていって、向かい合うってことは、これね、A と向かい合うのは E ですね。あとなんか向かい合う面ありますかね、中田さん。一つだけじゃないかな。そうですね。これは、一つだけです。まあ、全部書きなさいって書いてありますが、一つだけですよね。その通りですよね。A と向かい合うのは E しかないですね。こういう風になります。いいでしょう。ね。どうですかね。できましたかね。間違った人はね、またしっかりね、見直すようにしてください。いいですか。はい。ではね、次いきます。はい。次はね、辺と面です。今までは辺と辺、面と面はやってきましたが、次はね、辺と面ですね。これがね、ちょっとややこしいですね。これね、E っていうのは一番底の面です。あとは全部ね、辺です。いいですか？ E っていうのは底の面だとしてください。いいですか？そうするとね、面 E と、上のとこね、平行のとこ見てほしいんですが、面 E と、あーえ、ね。この面と、この底の面とあーえは平行なんですね。で、底の面と A 区、A 区、これも平行なんですね。で、底の面と O 区、これも平行なんですね。で、底の面と A を、これも平行。要するにこの上のこの囲まれ、囲んだところね。これが全部平行になります。で、どういうことかっていうと、ある面と平行な面に含まれてる辺。ある面ってこれは底の面ですね、E は。だからこれの平行な面っていうのはまず上ですね。上の蓋になるところです。蓋になるところにある辺は全部平行になります。ね、E が底の面だとしたら、蓋になる方の面にある辺、4本ありますね。この4本ね。これは全部平行になります。ね、これが辺と面の平行になります。ちょっとね、難しい、イメージが湧きにくいかもしれないですが、まず、底があって、それの平行な面は蓋ですね。で、蓋にある辺4つね、これが全部平行になります。ね、次、垂直は、これもね、底を基準にしてほしいんですが、底の面と、あい、ね、えう、おうか、空気、この青い線のところね。青い辺が全部垂直になります。底の面を基準とすると、青いのが全部垂直になります。どういうことかっていうと、ある面と交わってる面、ね。この底の面と、これ、交わってますね。ここも交わってますね。ここも交わってます。ここも交わってます。交わってる辺は全部垂直になります。いいでしょう。ね。これがね、辺と面の平行と垂直の関係になります。このね、辺と面がね、一番ややこしいんですね。
辺と辺とか面と面はね、なんとなく分かりやすいんですが、辺と面になるとね、急になんか難しい感じになりますが、基本はね、今言った通りなんでね、これをしっかりね、押さえるようにしてほしいと思います。いいでしょうか。ね。これね。これ全部ね、そこを基準として、そこの面を基準としてるんでね、しっかりもう一回それを見て考えて見直してください。いいですか。はい。じゃあね、次いきます。はい。じゃあね、これね、これも問題です。下の図を見て次の問いに答えます。これもね、展開図になってます。ひらがなは面です。ね。で、これは、あーせーとかね、こういうのは辺になります。で、1番。キークに平行な面を全部書きなさい。キークってどこかな？ここですね。ここに平行な面を全部書きなさい。次、2番は、辺、空形、ここですね。に垂直な面を全部書きなさい。ね。これね、辺と面の問題の時にね、辺に平行な面って書いてあるのに、辺何々って書いたりね、する人がよく言います。なので、しっかり問題を読んでください。この場合は、最初が辺ですが、求めるのは面です。下も一緒。辺ってか、最初辺から始まってますが、答えるのは面を求めるのでね、しっかりそれをね、間違わないようにしてください。ね、これね、慌ててね、ちゃんと読まなかったりすると、最初が変だから答えも変で書けばいいんだって変ないなりって書く人がよくいますが、そういう風に、ね、ならないようにしてください。はい、ではね、映像を止めて始めてください。始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。ちょっとやっていきたいと思います。まずね、キーク、ここですね。ここに平行な面を全部書きます。これもね、このね、うをそこと考えたらね、ペタンペタンって折って、あーがね、ちょうど2になりますね。そういうふうになると考えたら、じゃあ中ですね、これ、キークに平行な面って、どれになりますかね。キークの向こう側にある面だから、面 E と、面を、そうですね、向こう側にある辺なので、これね、パタンパタンってこうやって組み立てたら、ね、向かい合うのは E と O になりますね。面 E と面 O です。 E と O だけじゃダメですよ。いいですかね。面 E と面 O って書いてください。で、次、辺空形に垂直な面を全部書きなさい。空形っていうのはどこかって言ったらここですね。ここに、垂直な面、これね、ペタンペタンってつけたら垂直な面っていうのは、じゃあ中ですね、これも何になりますかね。今空形が刺さってる面、面O と面か、そうですね、O とかですね、ペタンって折った時に、ね、接するところなんで、この手でペタンペタンでくっつく方とかですね、こうになります。いいでしょう、ね、これね、展開図を見てこういう風にね、こう見取り図がね、分かる、組み立てられるように、ね、最初ちょっとイメージしにくいかと思いますが、慣れるようにね、なってほしいと思います。いいでしょうかね。はい、いいですか。じゃあ次ね、いきます。はい、次はね、ちょっと今までとはちょっと違う感じですが、場所のね、表し方です。位置の表し方です。下の図で点 R を元にして、次の点と位置を表しなさい。こういう問題もたまにあります。ね。ここが基準ですね。で、これ1センチ、1センチです、幅ね。だとしたら、E っていうのは、横に2センチ、縦に2センチのところですね。で、こういう書き方をしています。カッコ横2センチで、まあ、点打って縦2センチ。分はどうなるかというと、横に1、2、3、4センチ、ね、で縦に1、2、3センチ、ね、ここが分ですね。なので横4センチ、縦3センチ、ね、こういう、ね、書き方をします。これでね、位置が分かるんですね。こういう書き方をします、ね、これがね、まあ、平面の図の場合ですね。
こういう書き方をします。横と縦を使って書きます。いいですか？ね。まあ、これね、まあ、そんなに難しくないと思いますが、ね、わかりましたかね。じゃあ次、いきます。じゃあね、下の図で点を元にして次の点の位置を表します。ね、ここが基準です。で、ここ全部1センチです。ね、縦横1センチずつです。E と U それぞれどうやって表すかね。カッコ、さっきのね、この、カッコ、横なりなり、縦なりなりっていう書き方ね。これで書くようにしてください。ではね、一旦映像を止めて始めてください。地面。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。注射やっていきたいと思います。まずね、点 E、ここですね。これはまず横からいきます。横は1センチ。縦は1、2、3、4、5センチ。ってことは、ね、横1センチ、縦5センチ。ね、こういう風になります。次、U。U は横1、2、3センチ。縦は1センチですね。なので、横3センチ、縦1センチ。ね、どうですかね、できましたかね。これね、縦からさっき書く人がひょっとしていたかもしれないですけど、これね、なるべくね、横を最初にね、書くようにしてください。いいですか。はい、ではね、次いきたいと思います。はい、次はね、立体の場合です。さっきは平面でしたが、これは立体です。点 R を元にして次の1点の位置を表します。でね、これね、まあ、積み木、ブロックが積んであると思ったらいいんですが、1点が1センチの立方体を積んだものと思ってください。ね、1点が1センチのサイコロみたいなとか、積み木をバーって積み上げたと思ってください。で、ここが基準ね、ここから出発です。で、これ気をつけてほしいのは、横は横ですよね。で、縦がね、このちょっと斜めの線になります。これが縦です。で、高さが上です。ここが縦じゃないんでね、これ間違わないでくださいね。で、この場合、E っていうのはどうなるかっていうと、ね、横には1、2、3進んでますね。縦、斜め方向にはこれ進んでないですね。0になります。で、高さもここから進んでないですね。0。なので、3センチ、0センチ、0センチ、こういう書き方をします。で、次、U の場合は、これね、これちょっと難しいんですが、ね、こうつながっているんですね。こう。ね、なので、これね、まっすぐ下ろしてきたら、横2センチですね。ね、2センチ。で、縦、この斜めですね。縦は、ここからスタートしてね、1個ですね。1センチ。で、高さは、ね、これね、高さもね、ここで測るんですね。3センチになります、ね、立体になるとちょっとねイメージがつきにくいかと思いますが、ね、こうつながってる、こうつながってるっていうのをね理解してほしいと思います。いいでしょうか。はい、いいですかね。じゃあね、次いきます。はい、じゃあね、今日はここまでですね。下の図で点を元にして次の点の位置を表しますね。E と U、それぞれね、さっきみたいに横、縦、高さ、ね、この順番でね、書けるようにしてください。ではね、一旦映像を止めて始めてください。地面。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。注射やっていきたいと思います。まずね、 E、 E っていうのは横は1、2、3、4、4ですね。で、縦はこれね、ここからここつながってるんですね。ここは0ですね。で、高さは、ね、これ1ですね。だから4、0、1、ね、こういうふうになります、ね、で、次、点 U はこれね、横は1、2、3、4、5、ね、つながってますね。5になります。で、縦はね、
ちょっと難しいんですが、縦ね、ここからね、1、2、2個になります。で、高さもこう見たらね、1、2になります。なので、5センチ、2センチ、2センチ。これね、なかなかイメージがね、つきにくいかと思いますが、最初ね、慣れないとね、本当に難しく感じますが、ゆっくり解いていったらね、そんなに、ね、難しいわけではないので、ね、慣れてないから難しいと思うだけなんでね、慣れたらそんなに難しい問題ではないと思うので、何度もね、いろんな問題に挑戦してほしいと思います。いいでしょうか。はい。ではね、今日の授業はこれで終わります。ありがとうございます。